山本周五郎作。お馬印拝借。一。土田源七郎が来たという取り次ぎを聞いて、三村勘兵衛は、うんと頷きながら、口をへの字なりに引き結んだ。何やら思いまどうと言いたげな顔つきである。うん。 もう一度うなずいて天井を振りあおいだ。それから開けてあるつまどの向こうの庭を見合った。すると庭外れにある疎災畑で娘の,しのぶが何やら立ち働いている姿を見つけたので、これまた慌てて目をそらした。傍らにいた妻のおすげはその様子をいぶかしそうに見守っていたが、 いかが遊ばしましたお会いなさいませんのですかと聞いた。何ああ、会う。勘兵衛は急いで、すぐに行くから接待へ通しておけ。取り次ぎの者のにそう言って自分も立ち上がった。けれどもまだ何か心に決しかねるものがあると見え、屈託げにため息をついたり、 はかまのひだをなおしたりした。そしてやがてふと妻の方へふりかえり、にわかに思いついたという調子で、どうだろう、あの鏡を源七郎に使わそうと思うが、と言った。おすげは夫を見上げたが、ああ、そのことだったのかと微笑し,した。わたくしは結構に存じますが。 しのぶもいいだろうな。それはもう、申すまでもないと存じます。それならよいというように、勘兵衛は眉を開きながら、初めてそこから出て行った。土田玄兵衛は、下腹巻きのこしらえで、円座の上にしんと座っていた。額の秀でた朝黒い顔に、 意志の強そうな口つきが目を引く。二十六歳のたくましい筋骨は、それだけでも人を圧倒するように見えるが、全体の感じは奥底の深いしんとした風格に包まれていた。口実でございます。源七郎の会釈に答えて、よう参った。と言いながら、勘兵衛は座についた。 そして、それなり言葉が絶えてしまった。源七郎はじっとふすまの方を見守っているし、勘兵衛は膝の上で両の拳を代わる代わる撫でている。しかし心の内では、さあ、どうした。早くしないとまたりを逃すぞ。そう言って自分をけしかけているのである。一口に言えば、 彼は娘の,のぶを源七郎の嫁にやりたいのである。源七郎は酒原康政の家来で、その旗回り実気の一人に数えられているし、また彼にはおいに当たっていた。つまり、お菅の兄の三男であった。ゆかりも朝からぬ上に人柄も頼もしく、これこそ忍の夫のにと早くから決めていたのだが、 相手が無口であり、勘兵衛がそれに劣らぬ口下手で、今日こそと思いながら、つい切り出す折を得ないできた。それなら仲人を頼めばよいわけだけれど、勘兵衛はどうしてもじかに話を決めたかった。もらってくれるか、いただきましょう、そういうはっきりした約束を自分で取り交わしたかったのである。 相対して座ったままかなりほどへてから「実はこの度出陣いたします」と源兵衛がようやく口を切った。先手組の番頭に取り立てられまして今日これより掛け川城まで下ります。ほう先手の番頭か。勘兵衛は目を見張った。 原の先手組はその精鋭と激しい戦闘力を持って知られているその隊長に得まれたというのは非常な抜擢であり名誉であったそれはめでたいなしかもすぐ出陣とはではいよいよ甲州と始めるのだないかがでございましょうか私ごときには何も相分かりませんが 当分は掛川にとどまるものと存じますので、ご挨拶を申しにまかり出ました。それはよう来てくれた。それではともかく、衆議の支度をいたそう。勘兵衛はそう言って立ちかけた。しかし、立ちかけた膝を元へ直すと、急に意を決したという様子で、甚ははだ突然ではあるが、そこもとが出陣するにあたって、 「いや、その出陣するというについて話があるのだが」「ひどく堅苦しい調子でそう言い出した」と申すのは「実はわしの家に伝来の古鏡がある」「手のひらへ入るほどの小さな鏡だ」「裏に牡丹の花が彫ってあるので牡丹の鏡と申しておるが」 何でも五冠時代の品だそうだ。いや、もちろん時代などはどうでもよい。話というのは、つまりその、わしとしては、忍の婿になるものがあったら、固めの印として、その鏡を信ぜようと考えておった。つまり、婚姻の固めの印としてだ。勘兵には、 そこまでこぎつけるのが精一杯だった。それだけでもう首筋へ汗が吹き出ていた。源七郎はちょっとまぶしそうな目つきになったけれど、やはりしんと座っているきりだし、あとの言葉の続けようがなくなってしまった。それで思い出したように、とにかく祝いの支度をいたそう、と立ち上がった。 源七郎は静かに目をあげた。お待ちください。せっかくではございますが、まだ挨拶に参るところもあり、刻限も早くはございませんので、祝っていただくいとまがございません。これで失礼をつかまつります。それはそうでもあろうが、勘兵衛は困ったように空ぜきをしたが、とにかく待て、と言いさま。 足早に奥へ去っていった。かなり長い間待たされた。そして、やがて人の来る静かな足音がした。それは、勘兵衛ではなくて、娘の,しのぶだった。年は十八歳になる。飛び抜けて美しいとは言えないが、三村のどの殿とかなり評判である。それは、 しの,ぶの目のためかもしれない。幼い頃から大層情け深い性質で、人がトンボを取るのを見ても涙ぐんでしまう。犬の子や猫の子を見るとすぐに懐へかき抱かずにはいない。飯使いのものが叱られても泣き出す。そういう気心がそのまま現れているような目だった。見つめられるだけで、 こちらの心が温かくなり、生きていることさえが楽しくなるような目であった。この度はおめでとうございます。しのぶは手をついてつつましく挨拶をした。ひまどったのはみじまいをしてきたからであろう。薄く化粧をして余るほどの黒髪からは炊きしめた香がに寄ってくる。 源七郎は黙って会釈を返した。しのぶは静かに持ってきた福さ包みを差し出しながら「父からお引き出物に」と申します。お恥ずかしい品ではございますがお納めくださいますよ。そう言って低く頭を下げた。かたじけのうござる。ちょうだいつかまつる。 源七郎は手を伸ばして受け取った。それは間違いなく、今主が話した古鏡と思えた。彼は目を挙げて、じっとしのぶの表を見守りながら。しのぶ殿こなたはこの品が何であるかご存知ですか？はい。そう答えながらしのぶも目をあげた。 心に染み入るようなあの目だった。存じております。牡丹の鏡でございます。そしてにわかに赤くなった。それは不意に花の咲いた感じだった。源七郎はその表を確かめるように見つめ、やがてまぶしそうに瞬きをしながら言った。確かに。 頂戴いたします。勘兵衛夫妻が源七郎を式台まで送って出た。忍は居間へ下がって着替えをするとすぐにまた庭の菜園へ降りていった。わずかな時の間に自分がまるで違う人間になったように思える。牡丹の鏡を送ることが何を意味するかは。 父から聞かされた。かねてそうなるのではないかと考えたり、また自分のようなふつつかなものがと諦めたりしていた。それがいよいよ事実になった。自分はやがて土田源七郎の妻になるのだ。そう思うと何とも言いようのない感動で胸がいっぱいになり、空の色もあたりの木々も、 畑の疎載のみずみずしい緑までが今初めて見るもののようにびっくりするほど新鮮に見え出すのだったするとふいに「しのぶ殿」という人の呼び声が聞こえた「しのぶ殿こちらです」声は裏木戸の方だった振り返ってみると木戸を開けて つかつかと一人の若者が入ってくる甲冑をつけているのでちょっとわからなかったが近づくに従って飼わず虎之助だということが分かった虎之助も同じ榊原康政の家来で父親同士が親しかったからこの家へもかなりしばしば往来していたいよいよ出陣です 彼は興奮した調子でそう言いながら歩み寄った。かいと手切れになったのです。先手組に加わって掛け川へ行きますが、何か非常な持ち場へ着くようですから、生還は望めません。今度こそ見事に討ち死にと覚悟を決めています。そこまで聞いて、ぶは胸をつかれた。 源七郎は何も言わなかった。そんなことは一言も口にしなかった。本当だろうか。我知らず心がよろめいたとき、虎之助のせきこんだ言葉が耳へ突き刺さった。約束してください。万一にも生きて帰ったら、そのときは虎之助の妻になると。もちろん生きて帰るつもりはありません。 死に物狂いになって戦い、立派に討ち死にと覚悟しています。それだからこそ、こんなことを言うのです。忍殿、お願いです。出陣の花むけに約束してください。未練ではない、日頃の願いを確かめてゆきたいのです。無礼も無作法も知ってのお頼みです。忍殿、どうか承知したと言ってください。 抑えに抑えたものがほとばしり出るような言葉だった。討ち死にと覚悟を決めた若い命の,の、それが最後の叫びだろう。毎一文字に突き詰めた小ねを浴びて、しのぶは髪のように色を失った。はい、と夢中でうなずいた。はい、私。ああ。 約束してくれますか。ああ、と虎之助は燃えるような目で大きく空を振りあおいだ。ありがとう。これで心残りなく出陣することができます。あなたの心さえ確かめれば、あとの話は改めて。いや、それは今言う必要はありません。ありがとう、忍殿。 彼は手を差し出そうとしたが、さすがにそうはしかねたと見え、時刻が迫っているからといって、情熱のあふれる目でじっと忍を見守り、すぐに決然と身を翻して、裏木戸から去っていった。すべてはあっという間の出来事だった。夢のようでもあり、通り魔にも似ていた。 ぶは送信したもののように、しばらくはそこへ立ちすくんだままだったが、やがて口の内で、はい、とつぶやき、その声でがく然と目を見開いた。い,いえ、違います。違います、虎之助様。声を限りにそう叫びたかった。しかし、もう遅いのである。 一転春のうちにすべてが崩壊し去ったたったひと言の「はい」が運命を変えたそのひと言は取り返しようがないのであるしのぶはひしと目をつむりそこへくたくたとひざをついてしまった。2 どこかに月明かりでもあるようなほのじろんだ夜空から細かい霧り粒のような雨が音もなく降りしきっている。五日あまり少しの晴れ間もない輪雨だったがどうやらもう上がりそうな様子で山の背の方ではしきりに風の渡る音がしていた。あまり深くはないが山階の傾斜のひどい道で その上両側から覆いかぶさる干木の茂みに塞がれているため、一列になった兵たちの一人一人が、その枝葉を押し分けて登らなければならなかった。源七郎は先頭にいた。ざる沢というところを過ぎてからは、恩密停身を命じてあるので、兵たちは皆、しわぶき一つせず。 すべりやすい坂道をのぼるあえぎとかきわけてゆく草林のざわざわいう音だけがわずかに列の動きをしめしているばかりだった。「死んでくれ」「全員あげて討ち死にをしてくれ」掛川を出るとき言われた言葉は今もまざまざと耳に残っているし。 そういった時の安政の食い入るような眼光も忘れられない。彼はその言葉と眼差しとを思い返すことによって、当面している任務の重大さを改めて確かめる気持ちだった。甲斐の武田氏と三河の徳川氏との間に何かことが起こるであろうとは、すでに世人の早くから推察していたところである。 これまで両家には大井川を境として、互いに犯すべからずという一種の不侵略条約が取り交わされていたが、戦国の世のことではあり、雄大な勢力を持っている武田晴信が、当時ようやく対等し始めたばかりで、まだ劣弱な存在でしかなかった徳川氏との名役を、どこまで守るかは全く疑問だった。 そしてその疑問が、ついに事実となって現れる時が来たのである。駿河の国、府中城。駿府ともいう現在の静岡市には、武田氏の武将である山形三郎兵衛正影が、二軍の軍を擁していた。彼はその頃、勇猛の名を知られた人物で、元より聖徳川氏などは眼中になく、 次第に規則を破り、島田に陣屋を設けた上、大井川を越して、遠州上等氷の米を奪い、至るところで傍若無人の振る舞いをし始めた。かくて、永禄十二年、五月のある日、徳川家康が馬回り百期ばかりを連れて、金谷から大井川の西岸を巡検に出たとき、 山形正影が千五百基余りの兵を率いてくるのと出会った。そこは川を越した金谷の駅に近いところで、つまり不審の約束を踏みにじった現場を見つかったわけである。正影はさすがに具合の悪そうな顔で、木霊をしてそこそこに行きすぎたが、家康の手回りがわずかな人数であるのを見ると、 にわかに馬を返し乱暴にもいきなり抜き連れて襲いかかった家康は素早く京愛の地へ退いて迎え本多忠勝榊原康政大菅康宝が死を決して切り込んだ御主君の気球を救おうとする一年不退転の切っ先にたちまち七八旗を切って落とすと その勢いに圧倒され、また時と場所の不利を察した正陰はすぐに兵をまとめて退き去ったのである。それが今度の手切れの原因となった。家康は浜松城へ帰ると直ちに甲斐との一戦を決意し、掛川城へ援軍として松平清宗を入れ、松平家忠にまぶし塚の砦を守らせた。 こうして正面の守備を整えたところで、菩提んダッシュという秘策を立てたのだ。菩提んは掛川か,から東北へおよそ10里、駿河の国下郡にあって、高さは700尺余りだが、上に堅固な砦が築かれている。府中城の外敵として遠州からの攻め口を睨む なかなか重要な拠点であった。これを攻略して敵の側面へ一石を打とうというのである。えまれたのは榊原の先手組で土田源七郎を旗頭に百五十機、精兵すぐって敵類へと挺心してきたのだった。菩提さん奪取の使命は、 徳川本軍が駿河へ突入するまで、府中の兵力を牽制するにある。すなわち、府中攻撃の捨て石になるわけで。全員挙げて討ち死にせよという意味は、そこを指したのだ。うん、印の末ではありませんかすぐ後ろにいた河津虎之助がそう言った。そこに見えているようですが、 うん。源七郎は足を止めた探索を放って調べさせた印の松敵類攻撃の足場となるべき場所へ着いたのだそれは山の中段にある台地で大きな赤松が草林の中に抜きんでておりそこから上は草木を切り払った裸の斜面で頂上へと続いている 息を入れろ。源七郎は聡明時、氷の二だがつくのを待って、その中のひどくかさばる二を一包つつだけ別にした。何が入っているのか、重くはないがひどくかさばかりある包だった。末吉、末吉孫兵衛はいるか 源七郎は低い声で一人の若者を呼び寄せると「これをその方の組で頂上まで運べ大切にするんだぞ」そう言ってその包みを孫兵衛に渡した3午前3時を過ぎた十分に休息した上軽装になった兵たちは 二手に分かれ、砦の西と南から急な斜面をほふくして、じりじりとるいにせまった。いよいよ雨のあがるしらせだろう。遠く東の方に雷鳴が聞こえ、あたりは幕を張ったように霧がまきはじめた。その濃霧の中に、息を殺してはいのぼっていく兵たちの、合い印の白い切れが、ちらちらと見えつかくれつする。 頂上の石塁はもう目前に迫ったが、そこには何の物音もなく、ひっそりとして人の気配も感じられなかった。源七郎は南側から五十人を率いて登ったが、やがて高く右手を上げて打ち振った。先方の切り込む合図だ。五人の住手が鉄砲を上げて一度に打った。 神官たる行案をつんざいて火が走り、谷谷にこだまして銃声がとどろき渡った。そして西側から百人の先方が切っ先を揃えて累壁へ踊り込んだのである。不意打ちは見事に功を奏した。まだ府中でさえ徳川軍が動き出したことは知らない。 ましてここまで突っ込んでこようとは予想もしていなかったので、先方が切って入るや、砦の中は全く混乱に陥った。そのまま回装し去るかと見えたが、さすがに怪物で、切り込んできた人数が少ないのを見ると、やがて立ち直り、具足をつける糸間もなく、素肌で飛び出したようなものまでが、 手に当たる槍刀を取って猛然と反撃に出始めた。そこへ南側に待機していた玄七郎の五実機が、表も振らず突っ込んだ。堀を掘り、石で組み上げた砦の中はひどく狭い。その狭い通路で、溜まり場で、累壁の陰で、絶叫と怒号が飛び交い、刃と槍と,槍とが相打った。 静舌とも葬列とも形容しようのない白兵戦が至るところに展開し、それが次第に砦の外へと移った。勝敗の別れが明らかとなり、瑠を飛び越え山腹を転げながら敗走する敵が目につき出した。玄七郎は五人ほどの敵を切り伏せた後、瑠壁の上に立って戦闘の指揮をしながら、 酒薔薇の先手組がいかに召喚な戦隊であるかをまさしく己の目で見た。一人一人の正教なことは言うまでもないし、組となれば組全体、隊となれば隊全体が一つの先期にかっちりと結びつき、いかにも自在にその能力を発揮する。中でも特に目を引いたのは、河津虎之助だった。 彼は求めて強敵に当たり、いきなり己の全身を相手の切っ先へぶっつける。敵を切る前に、まず己を切らせようとするかに見える。その真っ向からぶっつけていく大胆不敵さは無類のもので、いかなる強敵もほとんどこれを遮ることができぬありさまだった。戦いは疾風の策下するおもむきで終わり、 朝明けの輝かしい光の中で、高らかに外貨を上げた土田隊は、休む暇もなく、敵の逆襲に対する防備を整えた。二打を上げ、渋滞を配置し、崩れた累壁を直し、見張りを立てた。そして、敵味方の死傷者の始末をしてから、人員の転校をした。味方の損害は、 死者二十四人とわずかな負傷者で考えたよりもはるかに圧倒的な勝ち戦だった。兵糧を使う許しを出したのは午前八時を過ぎた頃である。思い思いの場所に寄り合って弁当を開いた兵たちはまるで野遊びにでも来た子供のように聞きとしていた。おい、本当に朝飯前ということは あるものだな。誰かそういうものがあった。いかにも勘に耐えたという小わねだったので、わっと笑い出すものがあり、黙れやご、とか、そんなことは榊原先手組の通礼だ、とかわめき出すものもあって、まんまんたる活気が揺れ上がるように見えた。手早く兵糧を使った源七郎は、 一人で祭類を隅々まで見回った。武庫三棟、両松子があり、東に面して馬の通う道がついている。空港は二重で、その後ろに石類を築き上げ、西南の隅に物見の防浪がある。その下の石室のような造りが武将の詰め所であろう。 そこから狭い通路が兵たちの長屋へ続いていた。水がないな。すっかり見回った彼は、眉をひそめながらそうつぶやいた。なかなか堅固なとりでだ。これなら小勢でも十分戦える。水の補給さえつけば。まず、水の湧く場所を見つけなければなるまい。そうつぶやいているところへ。 かわず虎の助がやってきた。汗をお流しなさいませんか。今水がめを見つけ出したのですが。いいな。玄七郎はすぐにキビスを返した。しかしみんなに行き渡るほどあるかいや、下へ今水場を探しにやりましたから。そう言いながら虎の助はボーの下へ導いていた。 そこには、四戸余りも入りそうな水亀が担ぎ出してあり、半蔵の支度もできていた。それを見ると、数日来の汗と油で粘りつくような肌が急にやりきれなくなり、源七郎は急いで具足を脱ぎにかかった。虎之助はそばから手を貸していたが、脱ぎ捨てられるものを片寄せているうちに、ふと、 小さなふくさずつみを見つけ出し、何やらいぶかしそうにじっとそれを見守っていた源七郎は頭からザブザブと水をかぶり始めた「4これはやりきれない」「こう暑くてはどうにもならん」「骨まで腐ってしまうぞ」だるそうな声でそういうものがあった。 また始めたぞこいつ。他に何か言うことはないのか。口さえ開けば熱い熱いと知恵のない奴だ。じゃあ貴様、暑くないのか暑いと思えば暑いさ。寒いと思えば寒い。すべてこれ、人間もうネのいたすところだ。当の何とかいう詩人の何とかいう詩だっけ 安全がどうとかして神道を滅却すれば日もまた涼しいと締結に言っているくらいだ。安全がどうするんだ安全はどうでもいい神道滅却というところが肝心だ。どうでもいいと言ったって安全がどうかするから日も涼しくなるんだろういや安全はどうもしやしない。 安全は何もしないんだ。どうして何もしないんだぶん殴るぞ。周、ま、りの者がみんな笑い出すと、向こうから一人が呼びかけた。ヤゴにかまうな。そのクライム通りなやつはないぞ。この前、犬居攻めの時だったが、そう寄せになって矢玉の中をひたおしに突っ込んでいくと、やごめ。 俺の前へのそのそそそなんだときくとせなかをのみがくっているからちょっとてをいれてかいてくれというんだ「なにのみだって?」というこえにつれてみんながしっしょうした「なにしろやだまのビュービューとんでくるまんなかだからなさすがのおれもあいたくちがふさがらなかったよそれできさまどうした 俺か俺はその、どうしたって、それは榊原の先手組みだ。頼まれて嫌とは言えないじゃないか。つまり背中へ手を入れて書いてやったわけか。言ってみれば、まあ、そういう結果になるが。今度こそみんな、一度に笑い崩れた。ヤゴと呼ばれる男は、少しも動じない顔つきで。 お前は無道りだなんぞと言うがな影遊工次郎三郎左衛門鉄砲玉に当たるのは我慢できるけれども飲みに食われてかゆいのはたまらないぞそう言いながら彼はいかにもたまらなそうな身振りをしたまして甲冑をつけて蒸されて汗がじとじと流れている時などは 中がムズムズして、こ、このへんが、おいやめろ、やごべ、なんだかこっちまでかゆくなってくる。日陰になっているたまり場の話し声を聞きながら、源七郎はでを回ってゆき、崖へ突き出しにくみ上げてある物見へ登った。 真上から降り注ぐ日光が、辺りの累壁へ目も痛いほどギラギラと照りつけている。しかし物見へ登ると、駿河の海まで見渡す壮大な眺望が開け、吹き渡る風も肌に染みるほど爽やかだった。この砦を占拠してから、もう十四日になる。いつ逆寄せしてくるかもしれない敵に対して、 このわずかな日数がすでに決して楽なものではなかった。鳥でには水がないので、夜になると敵の監視の目をくぐっては、谷階まで組みに行く。食料も少ないし、矢も玉も足りない。これは掛川城から補給が来るはずではあるが、それまでは今持っているだけで、いかなる挑戦にも応じなければならないのだ。 一戦して死ぬだけなら問題はないけれども、本軍の駿河侵攻まで敵兵力を引きつけておくのが最後の目的だとすると単純ではない。しかも敵がどう攻めてくるかによって防戦の方が決められるので困難は一層大である。煩悩すべからず、源七郎はいくたびも繰り返しそう戒めた。 挑んでくる戦いがいかなる形であろうとも、これを最終の目的まで引きつけて離さぬ。その一点のほかになすべきことはないのだ。すべては事実に当面してからである。その前の思案はかえって紛れのもととなるだろう。源七郎はまぶしげに目を細めながら、紺碧色にないでいる。 遠い海の色を見守りふと浜松の山がを思い描いたがその時後ろに人の足音がするのを聞きつけて振り返った登ってきたのは河津虎之助であったここは涼しゅうございますな彼はそう言いながら近づいてきたむやみに登ってきてはいけない 敵の目標になって狙撃されるぞ。源七郎がそう止めるのを、ちょっとお話があるのですと押し返して、彼はじっとこちらの顔を見守った。同じ榊原の家臣ではあるが、先手組みへ来るまで源七郎は彼のことをよく知らなかった。彼が素晴らしい戦士であるのを知ったのは、この砦を攻めた時のことで、 その敏将と大胆不敵な戦いぶりは、まざまざと記憶にある。それで源七郎は、彼に抜刀組の頭を命じ、密かに片腕とも頼んでいたのであった。話というのは何度？実は、先日、ふとして拝見したのですが、虎之助は、なお相手の目を見つめながら言 おはたがしらは、珍しいかんかがみを持っておいでですな。あのふくさに包つつんだしなですよ。げんしちろ郎は眉をひそめた。それはいつも鎧の下へつけて、なるべく人目に触れぬようにしていたものである。どうしてかわずがそれを見つけたのかわからず、不快な気持ちで次の言葉を待った。 あの鏡の裏には、確かボタンが彫ってあると思いますが、違いますかどうしてそんなことを聞くのだボタンの鏡なら、拙者もあるところで見たことがあるのです。ちょっと思才のある品でした。五感時代のものだというその値打ちは別として。そう言いながら、 彼はしつこく源子治郎の目を見つめて話さなかった。その死災というのはこうなんです。その鏡の持ち主には美しい娘があって、鏡はその人の嫁入り道具に持たせてやる、つまり婿引きでというような意味でしょう。拙者が拝見した時、その持ち主はそう言っていました。 頃ころがあなたがその鏡を持っておいでになる。とするとつまり、つまりそれは、と源七郎が遮った。どっちにしても、そこもとには関係のない話だ。そう思いですか。虎之助は唇をぎゅっと片方へ歪めた。 本当に関わりがないと思いなら申し上げますが、その古鏡が婿引き出として誰かの手に渡ったとしても、それは当の娘の知らないことなんです。というのは、すでに娘は他に言い交わしたものがあるのですから。いつも静かな源七郎の顔つきが、その時クッと引き締まった。 虎之助はとどめを刺すような調子で、そうです、と続けた。その娘には、行く末を訳したものがある。たとえ親がどう決めようとも、娘の心は他にあるんです。はっきり申し上げますが、それはこの河津虎之助ですよ。そう言い切った途端である。 源七郎が物も言わずに突然彼をもろ手で突き飛ばした。虎之助は青の毛にだっと倒れ、何をなさると叫んで羽ね起きようとした。そこへ源七郎が折り重なるように身を伏せて押さえつけ、動くなと叫んだ。敵の狙撃だじっとしていろしかしそれより早く、カッカッ 銃弾が物見の累壁をえぐり、石屑と土を跳ね飛ばした。ターンと谷にこだまして、銃声がかなり間近に聞こえる。虎之助はコクッと息をのんだ。しばらく飛弾の隙を見ていたが、やがて源七郎は、早くこの間に累へ入れと虎之助を押しやった。一言だけ言っておくが。 ここは戦場だ。これから決して鏡のことなど口にしてはならん。俺はここにいる。下へ行って二番組に松の木へ銃を伏せろと言え。敵は寄せてくるかもしれぬぞ。虎の助はつぶてのようにるいの中へ飛び降りていった。玄七郎は身を伏せたまま敵の様子を見合った。 そこから山の斜面の東と南側に三つの谷がある。敵はそこに陣を築いて攻撃の機をうかがっているのだ。今その一番左手の陣地のあたりに荘園の上がるのが見えた。おはたがしら、放射を許してください。登り口から二番組のトネゴロウタがそう叫んだ。 源七郎はならんと答えた「撃つべき時には命令を出す用意だけして待て」「敵が見えているのですお願いです一発ずつでもいいですから撃たしてください」「ならん」という厳しい声でしかしようやく五郎たは去っていった敵は物見にいた2人を狙撃しただけで まもなく銃声もやみ、辺りはうだるような暑さのもとで、再び元の静けさに帰った。思いがけぬところから思いがけぬ問題が起こって、源七郎の心は少なからず当惑した。虎之助がどんな男であるかは自分にはよくわかっている。戦いぶりそのままの、 直接なくもりのない性質で、決して根もないことをあのように言う男ではない。彼の言葉はおそらく事実であるか、よほど事実に近いものと思わなければならぬ。だがそれなら、あの時の忍の,の態度はどう返したらいいのか。この品がなんだか知っているかと聞いたら。 しのぶは顔さえあからめながら、存じておりますと答えた。それは、ボタンの鏡であるということよりも、その鏡の持っている意味を指している様子が明らかだった。少なくとも彼にはそう見えたのである。もしすでに、飼わずと言い交わしてあったとすれば、平勢の,のぶとして、 あのような態度を見せられるわけがない。そう考えるのは誤りであろうか。忍の,の夫は俺だという虎之助の激しい表情と、頬をあからめながら心を決めたように振りあおいだ娘の目とが、牡丹の鏡を中心にして、時がたい謎を源七郎に押しつけるようだった。 もちろんそんなことにいつまでも心を苦しめていたわけではない。彼はもうねんを振り捨てるようにすぐそのことを忘れた。今、どんな小さなことを思う余地もないほど彼の立場は重要である。そして実際、間もなく敵陣の活気だってくるのが見え始めた。6 敵は日増しに兵を増強した。遠い平原の方から山階の道を縫って丘陵を回り森を抜けて陣馬の足元から立ち上る土ぼこりがうねうねと動き止まなかった。ことに檜峠の辺りでは旗指物のひらめく様も見え矢玉や兵糧の荷だと思えるおびただしい馬の列も数えられた。 奴らは恐ろしく大がかりでやってくるなあ。鳥での人々は笑いながらそう言いはやした。つまり駿府にありったけのものを持ってきてみせるんだろう。戦には負けても数では負けないというつもりなんだ。物惜しみをしないわけなんだな。そういう無駄口の裏に。 敵が非常な兵馬と矢玉を集中するのは、この砦を守る自分たちの戦力の素晴らしさの反証であるという誇りと会心の気持ちがあからさまに現れていた。玄七郎はしかし、違った意味で喜びをじっと抑えていた。敵がここへ兵馬を多く集めることは、願ってもない幸運である。 本軍侵攻まで敵を牽制するという菩提山選挙の目的はこれで半ば成功したとも言えよう。あとはこの敵を引きつけておけばよいのだ。ただ一つ、矢玉が足りない。どう思案してもそれだけは不足だった。兵たちにもそれが懸念だと見え、しきりに補給の二打の来るのを待ちかねていたが、 やがて5人の組頭がそろって意見を述べに来た「掛川へ死者をやっていただきたい」というのである「敵の攻撃はすぐ始まるかもしれません。糧食はともかく矢玉は是非補給を要します。お許しくださるなら拙者が掛川へ参りましょう」 源七郎は被りを振った。それは予想。無論補給が来ればそれに越したことはない。けれどもここの戦いは、どれだけやだまがあっても、これで十分という限度はないのだ。やだまに頼るのは予想。全員挙げて討ち死にという、はじめの決意一つで戦ってゆこう。お仰せですが。 どこかにトゲのある調子で、河津虎之助がこちらを見た。矢玉の補給がつけばついただけ戦いの効果も上がると思います。それとも我々はただ打ち死にさえすればよいのでしょうか。全員が打ち死にさえすれば。源七郎は厳しく五人を見回していった。この隊の旗頭は、 土田源七郎だ。命令は俺が出す。組頭としての意見までは聞くが、指図に渡る言葉は許さん。いずれも持ち場へ帰れ。これまでかつてない厳しい調子だった。みんな威圧されたように黙る中で、虎之助一人はしかし噛みつくような目で源七郎の横顔を睨んでいた。 それから数日して敵陣に新しく大軍の到着した様子が見えた。ちょうどその夜半に菩提山の砦へも町に待った掛川から補給の氷がついた。彼らは5日前に大井川を渡ったのだが敵の監視の網をくぐるのに時を費やし菩提山の北側の剣路をよじてようやくたどり着いたのであった。 考えたよりも余分のやだまと食料に添えて酒が来た。けれどもそれより意外だったのは浜松にある家族からの恩診が託されてあったことだ。これは全く予想もしていなかったのでそこにもここにも喜びの叫びが上がった。源七郎には掛け川にいる榊原康政からの密書と そして浜松の三村勘兵衛からの手紙が渡された。彼は自分の詰め所へ入り、小さな闘明の光の下でそれを開いた。安政の書面は決戦の機を知らせるもので、御旗本本軍は、六月十七日午後、大井川を渡って進攻する。 菩提さんの書士は当日万難を拝して敵兵力を日没まで牽制せよそういう意味のことが簡単な力強い文章で記してあった玄七郎は読み終わるとともにふと微笑し闘明の火を移してそれを焼き捨てたそれから三村勘兵衛の手紙を取って封を切ったが 中から出てきたのは忍の,の文であった。気づいてみると、封の首席も忍の,のものである。源七郎は何事かと思い、灯明を引き寄せて読み始めた。取り急ぎ申し上げ参らせソロ。文はそういう書き出しで、出陣の日の出来事が正直に書いてあった。 心ならずも虎の助に「はい」と答えた前後のところは文字も乱れているようでいかにも切ない気持ちが現れていた一筋に思い詰めたるご様子なり必死を覚悟のご出陣と申しいかにも嫌とは申し上げられず夢うつつのごとく「はい」とお答え申しそろうことに ご座そろ。あなた様へは、お詫びのいたしようもなき不始末。忍の身にも取り返しがたき。そこまで読んできた源七郎は、後の文字を見るに堪えなくなって、突然と文を置いた。彼は片手で額を押さえ、低くうめきながら目をつむった。初めて謎が解けた。 忍は自分と未来を言い交わしてある。そういった虎之助の言葉が今こそよくわかる。たとえそれが虎之助の一人画展だったとしても、その言葉に嘘はなかった。うん。玄七郎はもう一度うめえたが、それから静かに立ってるいを出て行き、ぼうろうへと登っていった。 深夜の暴露で彼は一人何を考えたのであろうか。それは忍がいじらしいというただ一つの思いだった。その時、はいと答えた忍の,の心理が源七郎には痛いほど鮮やかに推察できる。他のものならいいえと言えたであろう。 事情は話せないまでも、鬼人の上でというくらいは口にしたはずだ。忍にはできなかった。悲しいほど哀れみの情の深い、哀れなほども温かい優しい忍には、それができなかったのである。忍。源七郎は、美しく星のきらめく空を振りあおぎ、 静かに口の内でつぶやいた。よく「はい」と言った。それがお前には一番似合っている。不始末ではない。それでよかったんだ。虎之助の申し込みも一筋で美しい。これでいい。何も悲しむことはないじゃないか。 俺は喜んであれに鏡を譲るよ。七半時ほどしてぼうから降りた源七郎はすっかり落ち着いていた。彼はすぐ三村勘兵衛に宛てて手紙を書いた。それから牡丹の鏡を固く包みにして。 一緒に仁液の裁量に託した。彼らが山を下りていったのは夜明け前のことだった。この間に兵たちは矢玉の荷を解き、猟食を蔵へ運び入れていた。みんな生き生きと元気になり、突き上げてくる闘志を抑えかねる者の,のように、何やらわめいては叱られるが。 すぐにまた好きなことを怒鳴ったり叫んだりしていた。六月十六日の夕刻、源七郎は河津虎之助を呼んで、一通の書状を渡し、これをもって掛川城へ行けと命じた。日が暮れたらすぐ山を下りろ。この書状をいかなることがあっても、御主君へお手渡し申すのだ。 拙者が参るのですか。虎之助は青くなり静かに頭を振った失礼ですが他の者にお命じください拙者はここに留まりますこの時に当たって戦場を去ることはできません旗頭の命令だ位牌は許さん鏡の返礼ですか虎之助は 唇を引きゆがめた。我々先手組はこの砦を守って決戦する。全員残らず討ち死にだとあなたはおっしゃった。その決戦の時を眼前にして拙者を除こうとなさる。ボタンの鏡がそれほど。声を震わせてそこまで言いかけたが、源七郎は大股に一歩進み出ると。 手を挙げて虎之助の高砲を激しく撃った。二つ、三つ、そしてよろめく相手の上へのしかかるように、黙れと叫んだ。ここは戦場だ。我々は武士だ。女のことなどでうろたえるような未練者は一人もおらぬ。死ぬも方向、生きるも方向、いずれに勝りおとりがあるか。 旗頭としてその方ならではと思うから命ずる。か津虎之助、掛川城の御主君まで使者を申しつけるぞ。出発は日没と同時だ。分かったか決めつけるように言うと、玄七郎はきびすをめぐらして自分の詰め所へ去った。虎之助はその日の暮れ方に山を降りていった。 谷へ入るところで敵に見つけられ、しばらく銃撃された様子だったが、確かに駆け抜けてゆくのを見たものがあった。足を撃たれたと見えてビッグを引いていた。しかし元気に森へ飛び込んでいくのがはっきりと見えた。その森は谷の外れから生海川の流れまで地を覆っている。そこへ入れば、あとは大丈夫だろう。 これで心残りはないと、源七郎は大きく安堵の息をついた。そしてその夜、彼は鳥手の広場へ全員を集めた。全く風のない静かな夜で、虫の根が湧くように湿った夜気を震わせていた。源七郎は兵の一人一人を見回しながら、 明日こそ決戦の時であると告げた。明十七日午後御旗本本軍は大井川を渡って駿府城攻撃の火蓋を切る我らは日没まで敵の兵力をこの菩提山へ引きつけておかなければならない先手組がこの砦を奪取した意味はそこにあるのだここが死に場所だ しっかりやろうぞ。簡単な静かな言葉だったが、かねてこの木を待っていた兵たちは、火のような興奮のためにどよめいた。源七郎は、別園の酒を開けろと命じ、自分も兵たちの中に席を占めた。賑やかな、まるで外人の祝いを思わせるような、明るい主演が、それから一時ほど続き、 やがて見張りを残して兵たちはそれぞれ眠りについた。源七郎は兵たちが寝静まるのを待って、四人の組頭を連れて武庫へ入ってゆき、かさばった大きな荷包みを運び出した。それは掛川から持ってきて武庫へ納めたまま手もつけなかったものである。 一体何だろうという疑問の種になっていたのが、今ようやく目の前に解き開かれるのだ。組頭たちは、暴露の下へ運んでくると、胸をそそられた様子で、その包みを取り囲んだ。玄七郎は姿勢を正して、礼、と言った。四人はびっくりしながら急いで抵当した。 そして荷包みが解かれた。幾重にも包んである中か,から現れたのは金の五平と金の扇の二つの大馬印だった。四人ははっと息をのんだ。それは二つとも徳川家康の馬印である。家康本人ならでは見ることのできないものなのだ。 彼らはあまりに意外だったので半ばぼうぜんと源七郎を顧みた源七郎は静かに手を挙げて「それを累壁の上へ立てるのだ」そう言い,いながら自分から先にその場所へ上がっていった8「おい 見ろご本人の馬印だこれはどうだ夢じゃないのかお馬印だ夢じゃない御旗本ご本人の馬印だまだ開けきらぬ創業の砦に、時ならぬ叫び声が起こり、兵たちが飛び出してきた。累壁の上には、 家康本人の大馬印が立ち、それを守るように、榊原の赤字供養生、堺の根字四つ目、水野の黒字に通報線と、三部将の馬印指物が堂々と並んでいる。みんな目を見張り、あっけに取られて振りあおいだ。どうしたことだ。誰も彼も自分の目を疑った。 しかし敵の驚愕はそんな程度のものではなかったらしい。朝の光が菩提山の砦をくっきりと描き出した時突風でも吹き渡るように敵陣の上に慌ただしい動揺が現れまるでたぐり込まれるような形で渋滞が火蓋を切った。かくて敵の従者によって決戦の幕は上がった。 一瞬の間兵と武器弾薬を結集していた海勢は参上に徳川本陣ありと見て全陣地に伝令を飛ばし後ろ備えをも上げて総攻めの体制をとった源七郎はこれを静かに見ていた戦は彼の測った方向へ傾いてきている。 はじめ掛川を出る時から、先手組みの過数で敵の兵力を引きつけるには、これが考えられる最上の策だ。そう思って、密かに本人の大馬印を模索してきた。しかし敵がその策に乗るかどうかは半ば疑わしかったのである。それが行行にも図に当たったのだ。敵は見事に誘い込まれてきたし、 味方の兵たちはご本人の馬印の下で死ねるという思いもうけぬ幸運のために四季百倍した。あとはただ傾いてきたこの戦の方向をつかんで離さなければよい。味方の一人一人が最後の一人が討ち死にするまでがっちりと敵を引きつけて戦うのだ。落ち着いて行こう。 日没まで時刻はたっぷりある。源七郎はそうつぶやきながら、ボールーへ上がっていった。従者に始まった敵の攻撃は、時の移るに従って徐々と接近戦になり、午前十時頃には一度敵のやりたいが、累下の堀まで突っ込んできた。しかし源七郎はあくまで守勢を取り、適宜に矢玉を打ち込むだけで、 敵の誘いいに乗ることを厳しく抑えつけていた。探りと誘いを兼ねた襲撃が幾度か行われ陣構えも次第に近接してきた焼けつくような日光がギラギラと照りつける下で荘園が舞い立ち銃声と時の声が谷間にこだました前進してきた敵は砦を盗難から囲み 半円を随時に縮めながら、激しい従者と突撃とを矢継ぎ早に繰り返した。戦期はようやく熟しつつある。今だ。源七郎は抑えに抑えていた第一子を放った。三番組の抜刀隊を切り込ませたのである。それは馬の国をかなり過ぎた頃だった。 鳥出を降りてまっすぐに敵の中へ踊り込んだ二十四人の抜刀隊は、群がる人数を相手に悪気のごとく切り結んだ上、あるいは敵と差し違え、あるいはなぎ伏せ、切り伏せ、奥へと突っ込み、愛組んで谷へ転げ落ち、散々に戦って、一人残らず打ち死にをした。およそ半時余り続いたこの死闘が終わると、 敵の攻撃は再び砦へと集中した。今度は荒手も加わって、左右から銃を追いかけつつ、ひしひしと攻め登ってくる。源七郎は右翼から槍組を突っ込ませた。そして白兵戦が右翼に展開した時、二番組の抜刀隊を棚まで切って出した。しかしこの二隊は一戦するとすぐ砦へ引かせ、 押し詰めてきた敵の頭上へ狙いうちに矢玉を叩き込んだ合戦は思いのほか早く頂点に達するかに見える源七郎は指揮を取りながら暴露にいる物見の兵に呼びかけた物見本軍の動く様子はないか何も見えません物見の兵はそう叫び返したまだ何も 源七郎は唇を噛んだ。本軍の大井川土書が住むまでは、この砦を確保しなければならない。焦るな、焦るな。彼は盛り上がってくる決戦の木を前にして、ともすれば流行り立つ心をぐっと引き締め、ひとしきり防戦を銃撃に集めた。午後二時過ぎると、るの中に寝ていた将兵たち。 17人も出てきた。彼らはこの砦をダッシュするとき負傷したもので、それまで固く出ることを禁じられていたのだが、や叫び、時の声の激しくなりまさるのを聞いてたまりかね、ついにるいへ出て戦いに加わったのである。彼らは死者の銃を取り、弓を持った。弾を運び、水を配って回った。 敵の矢玉はそのころから圧倒的になりみるみる味方の損害が増し始めた「おい影湯工事二郎三郎左翼の累壁の下でそう呼ぶ声がした呼ばれた者が振り返ると相手は横ざまに倒れ銃を左手に起き上がろうとしているところだったどうしたや後兵 やられたかなあに彼ははせよった友を見上げニッと笑いながら首を振った「背中をまた飲みが食いやがる」「すまないが手を入れて書いてくれ」「そうか」「うなずくなり具足の襟をくつろげ手を差し入れて書き探った」「飲みではなく」 貫通した重曹から流れ出る血だった。いい気持ちだ。すまないなあ、影湯孝治、二郎三郎座。そこまで言いかけると、彼は急にがくりと前へ崩れた。だが、かすかにこう続けた。長すぎる。べらぼうに長いなだ。 来世はもっと短いのをつけてもらえようそして絶足したその時である暴露から物見の兵の大きな叫びが聞こえてきた「お旗頭土煙が見えます何どうした源七郎は中央へ飛び出した金谷の上流に 土ぼこりが大きく動いています。本軍が進撃を始めましたその叫びは狭い類の中いっぱいに響き渡り、兵たちは喉も裂けようと勘固の声を上げた。物見からは刻々に本軍の動きを知らせる叫びが聞こえた。大井川に行き着いた土煙は、先方が塗装したと見えて、 川を二つに分けて帯のように空へ棚引き上がり、そのまま東へ東へとひた押しに移動してゆく。明らかに東岸の敵陣を突破した様子だった。この知らせの一つ一つが砦の兵を狂きさせた。とうとうここまでこぎつけた。源七郎は神にも射し,したい気持ちでそう思い、 一層熾烈になった敵団の中へ大股に出て行ったみんな聞け御旗本本陣は大井川を越して今駿府へとまっしぐらに進んでいる我々はお役に立ったここが銭湯だ最後の一人までお馬印の下で死のうぞ それに応えて砦を覆うように時が上がった。源七郎は刀を抜き家康の大馬印の下へ行って立った。傾きかかった真夏の日はなお列々と輝き三旦たるこの戦場を斜めに照らし出していた。9. 徳川本軍は その世のうちに府中城を攻め落とした。山形正景は奇襲を受けきれぬと見て、もろくも旗を巻いて退却した。家康が入城するとすぐ、榊原康政がお目通りを願い出た。家康は待ちかねていた様子で、彼が目通りへ出ると、いきなり菩提山の様子を尋ねた。 今日の奇襲が成功したのは、菩提さんの取り出が敵の中枢勢力を引きつけて離さなかった点にある。だが、わずかな兵数で、どうしてこれだけのことが成し得たのか。家康にはそれが何より不信だった。いかなる辛抱気略があったのか。申し上げます。康政は問いに答えていた。 まことに申し訳もなき次第ではございますが、かのとりでには、本人のお馬印を立てたのでございます。本人の、俺の馬印か。家康は目を見張った。お旗本本人が山上に詰めたと見せるためにもったいのうはござれども、 お馬印を拝借つかまつりますと前夜一人の使者をもって願い出ましたお許しもなくお馬印を拝借つかまつるなど何とも戦場無礼の沙汰ではございますが貨幣をもって敵の大軍を引きつけ駿府攻略のお役の端にも相立ちましたことなれば何とぞお慈悲を持ちまして もうよい、分かっている。家康は手を振りながらふとその両目を閉じ神戸を垂れた。かなり長いことそうしていたがやがて静かに表を上げて。二度とはならぬがこの旅は許す。その方すぐ見に行ってやれ。はっ生死にかかわらず。 これを使わすぞそう言いながら家康は着ている陣羽織を脱いで差し出した康政は押しいただいて受け幕英を下がるとそのまま夜道をかけて菩提山へ向かった康政主従が山上へたどり着いたのは明くる日のたそがれ前だった足の踏むところ 目を向けるところ、どこもかしこも死体だった。焼けたぼうろうや崩れた累壁の下まで探したが、息のあるものは一人もなかった。防げるだけ防ぎ、最後には敵が切り込んできたと見え、刺し違えて死んでいるものが随分あった。中には負傷して身動きができなかったのだろう。自ら吐くしたものも、 十人余りいた。土田源七郎の死体はお馬印しの下しに見つかった。そこで最も激しい戦いがあったらしく折り重なっている二十人余りの屍は兜が飛び鎧はズタズタにちぎれ持っている刀もあるいは折れあるいはノコぎりのように刃こぼれがしていた。 あまりのすさまじさに、安政も従者たちも声が出なかった。しかし、無残とか哀れとかいう感じはいささかもない。ただ神々しいまでに壮烈だった。神々しいというよりほかに、形容しようのない壮烈なありさまだった。源七郎の亡きがらを起こしてやれ。 安政がそう命じた。住者の二人が左右から源七郎の死体を抱き起こした。安政は下しされてきた陣羽織を取って静かに進み寄り生きている者に言うように感動を抑えた低い声で言った。あっぱれよく戦ったな土田源七郎。 お馬印のことはお許しが下ったぞ。その上、ご着用の陣羽織を使わすとの仰せだ。俺が着せてやるぞ。いいか。そして、自ら死体に着せてやった。うれしかろう。見事なむしゃぶりだぞ。その時、初めて。 杉昌の目から涙がハラハラと溢れ落ちたひれ伏している従者たちの間におえつの声が広がった少々と吹き渡る風がこの凄まじい草の跡を弔うかのように松の小杖を鳴らしていた浜松の留守城にいた三村勘兵衛のもとへ 土田源七郎の書状が届いたのは、先手組の全員が菩提山で討ち死にを遂げたという悲報とほとんど同時であった。書状に添えて、ボタンの鏡が戻されてきた。勘兵衛は手紙を読み終えると、娘を招いて、これを読んでみろ、と渡した。忍には、 それが誰の書状であるかすぐに分かり、ちょっと顔を青くしながら、しかし落ち着いた態度で開いた。心急そぎ揃そう,うまま、異彩尽くし申さずそろ。この度出陣の右り、ご秘蔵の古鏡、ご敬意に預かり揃う,うこと、身に余る家宝と存じ揃う。 さりながら、拙者にはお受け申すこと、愛なりがたく。ぶしつけの儀、いかにも申し訳これなくそうらえども。ぜひぜひ、かわず虎の助にこそ、古鏡、お譲りくだされたく存じそろ。虎の助ことは、無双の者の,のふにて、拙者には片腕とも、弟と,と,とも、 頼むものにござそろしのぶ殿にもよくよくこの儀お伝えの上やがて過食の恩祝いもあらば定説なる妻として末永くおかえなさるべく万福の栄をこそお祈り申し上げそろ「源七郎」という署名の力強い文字を見ながら しのぶは溢れてくる涙を抑えることができなかった。源七郎の広く温かい心が悲しいほどじかに胸を打つ。自分がうかつだったために犯した取り返しようのない過ちをかばって虎之助に鏡を譲ってくれと自ら父に頼んでくれた。 帝切な妻になれというひと言はおそらくしのぶに呼びかけているのであろう。よくわかりました、源七郎様。しのぶはそっと心の内で答えた。私、河津の家へと継ぎます。そして虎之助殿の帝切な妻になります。それが、 あなた様へのおわびのしるしにもなると信じますから勘兵衛は娘の様子を痛ましげに見守っていたがやがて静かにいたわるように言った「かわずはけがをして掛け川にいるそうだ。間もなく浜松へ帰ってまいるだろう。源七郎の志だ。 もし帰ってきたら、お前からこの鏡を送るがよい。わかったな。はい。はいと口の内で答えながら、忍は両手で表を覆った。傍らにいた母親のおすげもそっと目を押さえた。勘兵衛は膝の上で固く拳を握り、 ほうへ目をそらしながらまるで自分で自分を慰めるように言った「源七郎は殿からご着用の陣羽織を拝領したというもののふとしては無情の死に方だったまことに羨むべきやつだ」。 この辺の中に、安全がどうとかして浸透を滅却すれば、うんぬんということを記したが、これは党の管理員学士と純格の詞の点結であって、正しくは三福門を閉じて一能をかぶる。かねて松竹の香炉を影するあり。 安全何ぞ必ずしも山水を持ちいいん。浸透を滅却すれば、火もまた涼しというのである。後半肉の点結はいろいろな意味で味わいが深く、かなり広く人々に愛称されている。海の国、エリンジの海鮮和尚が、 武田勝頼の滅亡した時織田信長の帽子にたかれて死んだその折炎上する山門の籠城でこの句を大喝したという話は有名である